たんで。何もそんなに急いで行かれなくても。そうですわよ。そうですわ。どうして？だって今日が出発の日だって言ったのはみんなの方じゃない？ですが、こんな嵐の日に出発されなくとも。そうですわよ。そうですわ。もう行っちゃいましたけど。こうなったらあなただけが頼りです。ヒッポ、ルチア様のサポートをよろしく頼みますよ。この真珠レーダーがあればバッチリですよ。任せておいてください。ルチアさん、待ってください。貴重か。あの子に会えるかな。ヒッポ、ヒッポ、ヒッポ。来ちゃったね、一歩、人間界に。ルチアさん、人間界に来たわけですから、そのままの姿で。あ、そっか。よし、頑張るぞ。出てるわ出てるわ、この水晶玉に。本当に？ルチアがなくした真珠が？うん、これはヒッポ一生懸命真珠の情報を集めてるみたいだね。そんなことじゃなくて、これはこの子はなんと北太平洋のマーメイドプリンセスルチア。でもほら、ルチアはここ。マダムの占いって一体何？おや、今度は水晶玉にニコラが映ってるね。これから怒り出すって占いには出ている。当たり前です。それは水晶玉じゃなくて防犯モニターじゃないですか。真珠の涙。お姉ちゃんは優しい時もあるの。わーい、お風呂お風呂。ぐるぐるあわあわ、ぐるぐるあわあわ。気持ちいい。ルチアさん、ルチア何するんですか。せっかく強い真珠の反応をキャッチしたから、一刻も早く報告をとやってきたのに。そうだったの？ごめん、お詫びに一曲歌うから許して。聞いて胸の金馬ちゃんか。まったく何考えてるんですか。真珠のないマーメイドはオンチなんですよ。少しは自覚してください。人間界に来たのはあなたの真珠を探すためなんですからね。そんなに怒んなくてもいいじゃない。だいたいヒッポの真珠レーダーって本当に信用できるの？失礼だ。間違えるわけありません。こんな強い反応は初めてです。真珠はマーメイドの分身、とっても大事なものなんですよ。あなたにはプリンセスとしての自覚が足りないんです。人間の世界では関係ないもん。真珠は大人のマーメイドになるためにはどうしても必要。そんな大切なものをなくすなんて聞いてるんですか。ルチアさん、お風呂で寝るんじゃありません。いいんですか、ルチアさんに本当のこと言わなくて。
海の世界が最近おかしい。だからどうしてもルチアさんの真珠が必要だってこと。時期を見て話すわ。すべてを話してプリンセスとしての自覚を持ってもらうには、ルチアはまだ幼いから。真珠か。まだあの男の子は持っててくれてるかな。この歌、綺麗な声だな。は？え？綺麗って言われちゃった。あ、もしかしたらさっきの歌君？ねえ、なんで海の中にいるの？人魚さん？それって逆な。違う。まいいけど、俺に興味があるんなら今度の日曜日またこの海岸に来いよ。サーフィン大会があるんだ、待ってるぜ。興味ないもん。あんな軽い男、絶対あの子とは違うもん。まさかな。私のクラスは見えないよ。何やってんだ。